ではカジュアルに楽しめるコース料理やパスタが人気のお店、富士宮市小泉通りから入った住宅地にある隠れ家的レストランエフズマルシェ。明るい光が入る家庭的な雰囲気の店内でリラックスして過ごすことができます。当店は地元の食材を中心にフレンチをベースにしたコース料理、その他にパスタやパエリアなど気軽に楽しんでいただけるものもご用意したお店です。店で使っている野菜はほとんどが地元富士宮産。そんな季節の野菜をたっぷりと使ったメニューがこちら、夏野菜としらす、桜えびの冷製トマトソースパスタです。地元の野菜を中心とした夏野菜、ズッキーニやトマト、その他トウモロコシであったり、その時々でご用意できるものを10種類ほどは使用しております。味の決め手は自家製トマトソースと貝で取った出汁。パスタとよく合わせたらしらすとフライにした桜えびを乗せて出来上がり。たくさんの野菜にしらすと桜えびの旨味が加わり、これからの暑い時期にぴったりのさっぱりとした一皿です。こちらはスープとサラダ、ドリンクがついたランチセットでも楽しめます。続いてはランチコースセボン。メイン料理を魚と肉から選べます。オードブルはその日のおすすめの盛り合わせです。本日ご用意したスープは地元の新じゃがいもを使ったビシソワーズです。そしてメインは富士の鶏の香草パン粉焼き。鶏の胸肉を低温調理したものにフレンチマスタードを塗り、香草入りのパン粉を乗せて軽く焼き上げます。香ばしい香草パン粉の香りとマスタードの風味、鶏肉の甘みと旨味が引き立つ一品です。当店で一番人気のディナーコースです。というのがセレクトコース。オードブル、スープ、魚か肉を選べるメインにパスタかパエリアを2人でシェアするコースです。こちらはオードブル、季節の地元野菜と富士の鶏のテリーヌ、単品でもオーダーできます。お野菜はそのお野菜に適した火の入れ方をして、それをコンソメのゼリーで固めたものです。お野菜それぞれの美味しさと富士の鶏のお肉感と、あとはおソースを3種類添えておりますので、そちらで楽しんでいただければと思います。そしてデザートは目の前で焼き目をつけてくれる自慢のクレームブリュレ。これも単品でオーダーできます。表面のキャラメルは香ばしくパリパリ、中のカスタードはひんやりとろーりとしてやみつきになる美味しさです。地元の食材を使ったフレンチベースの料理をカジュアルに楽しめるエフズマルシェです。